おい、アンク。あ、花壇、お前が手入れしてたのか。よくやるね。ああ、花はいいぞ。愛情を注げば必ず綺麗に咲いてくれる。へえ、人間とは大違いですこと。で、何の用だ。うん、オペした患者に奇妙な症状が出ている。目を通しておいてほしい。にしても今日はバカに騒がしいな。一体何だ。知らないのか。今日この病院で左心縮小術をやるのだ。左心縮小、バカか。禁止術式だぞ。誰がそんなオペを。私がサポートだ。院外から凄腕の執刀医が来るらしい。ペシェントはお前の患者だぞ。俺の、まさか。おい、邪魔だ、通してくれ。えよい、そやつを通せ。気負ったな、若造。やっぱりあんたか。左心縮小術だと。何を考えてんだ。お前、あの診察室でわしに吠えたな。自分は医者なのだと。あ、言ったかもしれんが、それがどうした。同じことよ。お前が医者であるようにわしは政治家なのだ。たとえ命を落としてもわしにはこの国を守る義務がある。あのな、あんた左心縮小術ってのを何か勘違いしてるだろう。予後も悪い上に延命措置にしかならねえアホみてえな術式なんだぞ。若造、何を恐れる。わしに説教を垂れた男はもっと強い目をしていた。今のお前はただの負け犬だ。私はお前とは違う。絶対に諦めたりはせんぞ。じじい、なんて野郎だ。それではドクター、本日の診察を開始します。患者名はシェリー・ブルックス。発熱を主訴として来院した患者です。ドクター・カニンガム、聞こえていますか。ああ集中力が欠如しています。診察中、重篤な症状を見落とす可能性があります。何言ってんだ、そんなことはねえさ。ヒルマン時間補のオペが気になりますか。うるせえな、そんなんじゃねえよ。失礼しました、ドクター。ただしお悩みがあれば伺いますが。はあ、なんだ、お前にはお悩み相談機能もついてんのか。どうです、ドクター。使用者の心情に合わせた定型文の読み上げ機能です。世間じゃそれを気休めって言うんだよ。診察を始めるぞ。了解しました。カルテを開きます。こんにちは、よろしくお願いしますわ。あ、よろしく。さて、まずはと。あの、すみません、ドクター。実は私、大事な商談を控えているのですから。申し訳ないのですけれど、診察は手短にお願いできますか。うん、まあ無駄に時間を使う気はないさ。ロニー、準備はいいな。イエス、ドクター。よし、では診察を始めようか。私、風邪だと思うの。お薬を出していただいて、早く会社に戻りたいの。ダメかしら。困ったわ。大事な商談が控えているのに。少し前から熱が下がらないの。継続する発熱ね。まさかとは思うが。ああ、失礼だが、あんたは独身か。
あのドクター、それは病気と関係あります？いや直接の関係はない。だが妊娠すると体温が上がるからな、勘違いして来院するやつがいる。ご心配ありがとうございます。でもそんな心配ありませんわ、私は仕事一筋ですから。うん、なるほどね。ではこれは症状の一つだ、ロニー。イエス、ドクター。それから体重も落ちたわ。まあ具合が悪いせいだと思いますけれど。体重の減少と症状とするかどうかは勝手に減った重さにもよるが、で何キロが何キロになった？あまりその話したくないのですけれど。まあ別に構わないが。まあかなり減りましたわ。ちょっと普通とは思えないくらい。なるほど、協力に感謝しよう。ロニー、これは記録しとけ。イエス、ドクター。あとはそうですね、熱のせいかしら寝汗もかくようになったわ。寝汗か。自律神経の失調が思い浮かぶが、何やら仕事が忙しそうだが、ストレスが溜まったりしないのか？ストレス？ドクターはご冗談がうまいのね。仕事ができるのは幸せじゃない。変わってるな。俺なんか毎日だって寝て過ごしたいぜ。ドクター、診察とは無関係です。いやいや、そんな怒るなよ、まるで嫁さんみたいだぜ。他にはもう思い当たることがありません。別に隠していたわけではないのですけれど、2ヶ月前オペを受けたわ。この病院ではないところでね、腎臓を悪くしてしまって移植手術を受けました。その手術痕のあたりに少し変なあざができていますわ。手術痕にあざ？少し気になるな。具体的に位置や見た目を教えてもらえないか？ええ、構いませんわ。手術の後は綺麗に治ったので傷はほとんど残っていないのだけど、手術の後に黒い、そう、あざのようなものができているの。うん、詳しく見る必要があるな。後で見せてもらえるか？ええ、診断に必要なのでしたら喜んでお見せするわ。変よね、病院で出していただいた薬もしっかり飲んでいるのに。それくらいかしらね。私はただの風邪でしょ。手術痕の周辺に異常ね。どれ、確認してみるか。確かに手術痕の周りに赤黒い色素斑ができているな。腎移植より前には存在しなかったのか？ええ、自分の体ですもの。前からあったらとっくに気づいていたはずでしょ。うん、医者に見せたか？担当者は何と？いいえ、ここに来るのが初めてです。仕事が忙しくてそれどころじゃありませんでしたから。なるほどな。では検査が必要だ。ロニー、シンチグラフィーと生検を頼む。イエス、ドクター。生検は病理研究科で行います。時間がかかりますがよろしいですか？さすがにうちでやらんものまで今すぐとは言えないだろう。ロニー、結果が来たら知らせてくれ。了解しました、ドクター。症状
グラフィー検査の準備が整っています。ああ、分かってるさ。早速チェックしてみるか。なるほど、タリウムの取り込みは皮膚の色素斑と一致したが、色素斑は腫瘍の可能性が高いな。ロニー、実質で診断候補を見るぞ。イエス、ドクター。カポジ肉腫だと。見つけた症状は当てはまるな。ドクター、何か懸念事項がありますか？免疫機能が極度に低下しない限り、カポジなんざ発症することはない。そこが解決しなければ診断を下すことは不可能だ。何か引っかかるな。ロニー、覚えていないか？脳です、ドクター。重要事項以外はメモリーしていません。診断すべてを記録するように設定を変更しますか？いや、やめておこう。いろいろ逃げ道を失う気がする。やれやれ、これもう一度患者の話を聞くしかねえな。忙しいとこ悪いな。具合はどうだ？ええ、特に変わりませんわ。あの、まだかかりますかしら？そう急ぐなよ。診断までもう少しかかるぞ。そうですか。ミーティングがあるのですけれど。私、ダメ、それ。2ヶ月前、腎臓悪いぞ。変よね。病院で出していただいた薬も。おっと、腎移植の後医者から処方された薬は、悪いが確認させてくれ。その薬は免疫抑制剤だな。ええ、臓器移植の後に服用するのは普通なのですよね？ああ、その通りだ。だがこれで診断が大きく前進した。さて、あとは生検の結果次第だが。ドクター、病理研究科から生検の結果が届いています。おっと、お待ちかねだ。結果はどうなってる？抗体反応は陽性ですが、病原となるウイルスの特定に失敗しています。ウイルスの特定に失敗？何やってんだあいつら。理由は不明です、ドクター。1874通りの推測から説明を行いますか？ああ、いや、いい。診断には問題ないだろう。ロニー、実質へ戻るぞ。診断候補を絞り込む。イエス、ドクター。やはりカポジ肉腫か。だがなぜだ。発症までの期間が短すぎる。これはカポジ肉腫に似た何か別の。ドクター、緊急連絡です。至急診察室へ向かってください。普段の患者が腹部の痛みを訴えて来院されています。あ、わかった、すぐに行く。いきなり腹痛だと。一体何だってんだ？わかりません、ドクター。一次診断で発見した腫瘍との関連も疑われます。面倒なことになってきやがったな。ロニー、準備はいいか？イエス、ドクター。いつでも診断が可能です。よし、念のためオペ室を押さえとけ。すぐに診断を開始するぞ。
了解しました。幸運をお祈りします。おい、大丈夫か？どうした？会社にいたのですけれど、急にお腹が痛み出して。病態が急変した可能性がある。ドニー、診断の準備だ。イエス、ドクター。至急、診断を開始してください。急にお腹が痛くなってきてしまって。ああ、さっき言っていた急な腹痛だな。ドニー、記録を頼むぞ。イエス、ドクター。それに、なんだか吐き気もするわ。吐き気もあるか。状態がいいとは言えないな。ロニー、記録しておけ。イエス、ドクター。こんなんじゃ、仕事が手につかないの。先生、お願いしますわ。こうなったら徹底的に診察してちょうだい。と言ってもまだ話していない症状なんて。そうね、あえて言うならお腹が張っていることくらいかしら。なるほど、腹部が張っているわけだ。ロニー。イエス、ドクター。最近その出ていないのよ。分かってくださるでしょ、私女性なんですから。出ていないね。つまりだ、まあ端的に言うが、何も恥ずかしいことじゃないだろ。人間は動物だ。動物が排泄行為を行うのは当然のことだ。まあ理解しているなら無理に言わなくてもいいさ。つまりそういうものがないんだな。ええ、うん、ロニー、記録しろ。これは立派な症状の一つだ。イエス、ドクター。なるほど、腸の蠕動音が激しいな。ロニー、症状の記録だ。頼むぞ。イエス、ドクター。症状、腸蠕動音の更新を取得します。発見した症状から考えると、消化器、腸に問題がありそうだ。ロニー、X 線と CT 検査だ。申請を頼むぞ。イエス、ドクター。すでに申請済みです。やるじゃねえか。お前診断医になりゃいいのに。お言葉ですが、ドクター。ああ、分かってる、冗談だ。さっさと次へ行くぞ。ドクター、現在 X 線および CT 検査の画像撮影が完了しています。よし、それじゃあ早速見てみるとするか。腸管内の液性内容物とガスが分かれ、水平な線が現れているな。これは二房と呼ばれる鏡面像だ。イエス、ドクター。この小腸にできた影は腫瘍か？判定が難しいな。ロニー、お前の意見を聞こう。ドクター、私に意見はありません。統計上での答えになります。ああ、はいはい、それでいい。聞かせてくれ。了解しました。アーカイブ内の腫瘍例と照合します。スケールのでかい話だな。
手早く答えが欲しいんだが。計算の結果、本症例が腫瘍である確率はおよそ 92% です。早っ。まあいいか、腫瘍であることはほぼ確定だな。ノーです、ドクター。 8% の確率で腫瘍ではありません。それをほぼ腫瘍って言うんだよ。とにかく症状を記録しておけ。イエス、ドクター。X 線と CT から症状を取得したか。よし、実質で情報を整理するぞ。症状は揃ったはずだ。ロニー、診断を確定するぞ。イエス、ドクター。診断方法を絞り込んでください。小腸腫瘍に起因する小腸イレウスか。座標から見て原発層は高確率で皮膚の病巣と思われます。くそ、分かってる。だがドクター、他の臓器も検査することをお勧めします。ああ、分かった。診察室へ戻るぞ。了解しました。準備を整えます。皮膚腫瘍から小腸転移だと。これが本。イエス、ドクター。当該速度から算出した場合、多臓器への転移が懸念されます。くそったれ、嫌な予感がするぜ。ロニー、診断を急ぐぞ。イエス、ドクター。準備を整えます。